コーヒーか、ワニマディアウティ平塚トスカハというわけで、トスカフィードさんに2回目のお邪魔でございます。さっきちょっと見たらね、いろいろと変わってるとこがありますので紹介していこうと思います。ゲームの様子はまた後で。じゃあまたね。このゲーム休憩ありませんので、最初5分休憩します。オッケーオッケー、上がります上がります。誰かそこ来れます？いや、いないっす。あ、誰か来てください。どっち着けばいい？そこに。よし、オッケーですか？前行きます。このタンクの裏、タンクの裏1名。タンクの裏1名。壁の色クリア。ヒロチーム上がって。上がってますね。よし、OK。OK。こちらが駐車場のところにある水道ですね。前回ちょっとトイレの近くに水道がないと言ってたんですけど、あったのを気づかずに見過ごしていました。
井戸水を使ってるんで飲めませんけれども、手を洗う分には十分ですね。あ、こんな感じです。で、こちらがトイレですね。トイレのすぐ近くにあります。ちょっとこれ、ナンバーが映せない、これ。更衣室、こちらの方にありますけれども、中身ちょっと映せないんですけど、更衣室結構豪華になってました、中身がね。天井がヨシズだったんだけど、鉄板になってましたね。ここがですね、セーフティーのすぐ近くのとこなんですけど、ここに壁がね、できましたね。結構ね、弾が飛んできてたんで、ゲーム中に。それを防ぐために、こう、竹の壁ができたんだと思います。で、ここが弾速チェックのところですね。なんかパイプができてるんですよ。この弾速系の後ろにパイプがあって、ここを通るんで、まあ、周りに跳ね返らないんで安全かなと。で、弾抜き用のパイプもあるよ、ということで。これが新しくできました。で、シューティングレンジは向こうの方なんですけど、ここは、弾速チェックのだけのとこですね。で、ここが、自販機。ここがフィールド入り口なんですけど、シューティングレンジとシューティングレンジとフィールドの入り口に屋根ができて、ちょっと日差しが弱まる感じかな。大丈夫です。これ怖いんだ。正面いる？正面いる。正面のバリケード裏にしてる。じゃあ下がります。でも、そこからは、ちょっとぐらいな。てか、そこにしゃがんでる限りは無理です。オッケー。そしてロックしてるから。離れてる。ごめんなさい。フロートありか？ありじゃなかった。バリケードで、あっちの奥バリケードあるよ。この面からここ出すやつがいるんだわ。ほら来た。いや、下にもいる。下がって下がって下がって、今手出てたから、この方向いるから、手出てると狙われるかな。そこが当たる。銃が出てる。うん。それ目指すからね、それ。そうだね。おべ。どうしたら？この辺から。この辺から。こうすりゃいいか。おう、おう。バゲが終わった後はもちこちきです。どこでしたっけ？綾瀬市の、ミノワーカーフードトラックさんです。美味しいですよ。こう癖になるお味。癖になるお味。よろしくお願いします。はい、というわけで楽しませていただきました。ありがとうございます。久しぶりのトスカフィールドだったんですけれども、ゲームマスターのお父さんがですね、いろいろと私を気にかけてくださって、いろいろと声かけてくれたりして、とてもありがたく感じました。はい、とてもなんか親しみやすい人が多くて、まあ本当に面白いフィールドかなと思いましたので、興味がありましたら行ってみてはいかがでしょうか。いろいろとね、改良もまだまだされ続けるみたいなので、今後にさらに期待って感じですね。というわけで、最後まで動画見ていただき、ありがとうございます。さおーわー。調子取ります。あー、いい感じ。揺れる。本当だ。どこの通り、これオッケーオッケーオッケー。出ます。こっちか。普通の、今風のアメリカ軍で、92Sとか買ってたからまだ分かるんですけど、余計ミ
蜜は打てない感じだね。そんな感じで調子いいです。なんかギアみたいな。時代背景関係ねえけど。